令和5年7月、阿蘇市内の全小中学校の代表が集まって、魅力ある学級・学校づくりキャラクターサミット会議が開かれました。この会議は、阿蘇市の小中学校の児童・生徒自ら、魅力ある学級や学校、さらには地域づくりについて考え、発表する場として、阿蘇市教育委員会が主催したもので、各学校が取り組んだ内容と、その成果や感想などが発表されました。今回は、2学期以降の取り組みも含め、浪野中学校、浪野小学校の活動についてご紹介します。